女島女島は中国の詩人、三文化で、新月派に属し、中国の詩の近代化に尽くした。石膏省公衆不快、年収の裕福な家庭に生まれ、1915年、石膏省立第一中学校を卒業後、上海新進会学院で学んだ。1916年、北洋大学の予科に入り、法律を学び、 法律学部が北京大学に九州合併されるとそこでも学び、その後アメリカのクラーク大学とコロンビア大学で学んだ。1921年からはイギリスに渡り、ケンブリッジ大学キングスカレッジで学んだ時期、ロマン派の詩に系統し、いくつかの詩を中国語に訳したりした。1922年中国に帰り、新月社を創設し、交互による施策を行って、 中国の死の近代化に尽くした。1931年に飛行機事故で亡くなった。女子魔の有名な市には、さらば、ケンブリッジ余があり、2008年には、ケンブリッジを流れる、カム川のほとりにこの市の最初の2行を記した、大理石の石碑が建てられた。1918年に、長君、長高剣の妹にあたる長陽儀と結婚し一死を、設けるが、 イギリス留学中に、林金と交際したことで、夫婦関係が悪化し1922年に離婚。1926年に、画家の陸将を満と再婚した。父の女猿女の十枚の女録は、武教小説を数多く物している。金伊佐夫の母、女島、女島歳別講和紙の朗読。ありがとうございます。